リアリーとしたら5回目そうですね。で僕らとして初めてパリコレ来させてもらいましたけど、まあっという間だったですけどね。こうやって最新の美学が更新されていくんだなっていうのはすごい興味があったんですけどね。 AR 的にはどうですか？ AR 的にもいろんな試行錯誤をしたうちの一部が今回のもので、まあいろんなものをね森原君に見せたんだけど、多分いろんな順番があって今回これでいきたいっていう、なんか世界情勢とかアンディアレージの順番とかがあって、うん、こういうことになったと思うんですけど、大変だったのはもう 僕らパリのこういうのも分かってなくて、リハーサルが全然できなかったりとか、テクニカルなものがだからほとんどぶつけ本番だったりとかってことは、もっと前倒しでいろんなことやっとかなきゃいけなかったなっていうのがちょっとありますね。15% ぐらいはでもいい経験させてもらったし、今回でもコンセプトとしてやってることはちゃんと形にできているし、ショーとしても完成してたし、まあ良かったと思いますけどね。